さて、第3章やっていきましょう。お、555ファイズになってる。果たして、お、デートはできるのかと思ったけども、これあれか。ごめん遅れた、ごめん遅れた、ごめん遅れた。もしくは錬金術パーンってやって何を錬成する。あーでも彼女かわいい、このプクって顔。よし、何度もメッセをやり取りして、ついに私は拓也をデートに誘い出すことに成功した。拓也が小さい頃にお父さんお母さんと一緒に行った思い出の遊園地。両親がいないのかな、もしかして。ちょっと深読みしすぎかな。ポコポコ、とりあえずエネルギー、お、経験値2倍になるけど、どうしよう、取っとこう。今回は様子を見る。でもこれ何回連打しても反応、なんだろう、カウントは限られてるっていうか決まってるから、そんなにポコポコ連打する必要もないね。普通の連打で大丈夫。電車の数駅のところだったけど、私一度も行ったことがなかった。初デートの前の夜、興奮で全然眠れない。しかしこれ軽くネタ割れ初デートで拓也が遅刻。はいはい、よし来た。早く寝ないと起きれないってずっと目を閉じているんだけど、拓也と一緒に遊園地にいることを想像するだけでどんどん胸が高鳴って寝るどころじゃないよ。遠足前の子供みたいだったの。いったったったって すいません、なんでだ今俺。あのね、左手で、今右手で iPhone を持ってるわけですよ、 iPhone6 で。俺左手の指を使ってもう経験値2倍押しちゃおうと思って、左手を思いっきり上に上げたら、あのテーブルの下のところにガッツンでぶつけていって、経験値2倍いきます。この痛みをバネにする。おお、すげえぜ。これどんどんいっちゃっていいの？あれ？うん、これさ、あのちょっと途中で止めないとまずいのかな。でないと900溜まっちゃう。結局眠りに落ちたのは深夜3時を過ぎてから。テスト前日でもこんなに夜更かししたことないよ。私は寝不足の目をこすって身支度を整えて駅に向かう。駅に着いても拓也はいない。 LINE で着いたよ着いたよって100回ぐらい送ったら、10分後ぐらいにごめん寝坊したって帰ってくる。初デートで遅刻なんてひどいなって思いながら、駅のベンチで座って待っていると拓也の声がかかる。ごめん寝坊した。それはさっき聞いたよ。ほんとごめん、初デートなのに。私は膨れていたけど、さっきのムクーってやつだな、かわいい。拓也が肩にポンと手を置いた瞬間に全てを許してしまった。じゃあ行こっか、駅は拓也が覚えてるんだ。それは大丈夫、任せて。改札を通って停車していた電車に乗り込む。ちょうど来ててよかったね。だね、私高校入って初めてだ遠出。俺も。電車の中でも拓也は口数が少ない。窓の外を眺めながら私に相槌を打っている。電車が目的の駅に到着し、ホームに降りると拓也は懐かしそうな目をした。ん？どうしたの？いや、なんとなく覚えてるなって思って。そしてまだ経験値倍増キャンペーンは続いてるぜ。これどんどんいっちゃっていいの？ちょっと途中で話さないで、やっぱりこれね、メッセージウィンドウ出ないね。きっと小さい頃に両親と来た時のことを思い出していたのだと思う。懐かしい？うん、懐かしい。拓也は私の目をじっと見つめて思い出話を始める。お、俺さ、父親いないんだ。え？ポン。あれ？よいしょ。ポン。もう経験値の倍増キャンペーン終わっちゃったね。まあ、たっぷりあるんで、メールはたっぷりあるんでな。これは私というこの主人公が拓也に送ったメールの数、ビビビビとどんどん溜まっていく。くらえ。よし、ここで左下のウィズの広告をクリックしないように、タップしないように、うまくメールだけを取る。よし。そしてここもいきなり全画面に広告が出ても焦らず×ボタン。 OK です。拓也の突然の告白に私は動揺してしまった。病気で死んじゃってさ。あ、そうなんだ。お母さんはいるんだね。じゃあ
まあ、両親というか家族3人で来られた思い出の地。さあそんなところに再び私たちは来ました。そして遊園地一緒に行ってすぐ、うん、拓也がまだ小学1年生の時、お父さんはこの世を去っていた。あ、だからか、その小さい頃の思い出だからなんとなくと覚えてるのは。ポン、これぐらいのペースかな。これで良さそうだ。ほいほいほい。でもいきなり900か、だいぶ上がったね。数少ないお父さんとの思い出が遊園地なんだと拓也は語った。悲しいことを思い出させてごめん。私は謝る。ポンポン。ほいほい。このね、たまらないと次のイベントが起きないっていうのがもどかしさが、なんだろう、湧き立てる。あ、早く見たいっていう。これすぐにねポンポンとめくれちゃうと逆に妙味がないと、じらされるからこそいい。でも拓也は少し微笑みながら、また来れると思ってなかったから嬉しいよと言ってくれた。ほいほい。300じゃなくて857 54、あと 1,2 回ぐらいかな、このイベントは。初デートはどんな風に終わりを迎えるかな。あ、びっくりしたちょっとこっちの不具合でした。音の途切れは900オーバー。駅の改札を出て案内板を頼りに遊園地へ向かっていく。道すがら拓也は独り言のように、あ、ここまだあったんだとつぶやきながら周りを見回している。学校では見たことのない拓也の興奮した表情を見て、興奮してたんだ。私は今日が特別な日であることを実感していた。あ、何、今ケツ触った？違うか、背中か。ポンポン。おお、拓也激しいポンポンですね。第4章は観覧車。おっと、イチャイチャポイント、イチャイチャスポット来ましたね。近寄った。こっち来いよ、地下を寄れと。おお、そして手に、いけ、そうだ、やれ。俺の連打に応えるようにメッセージウィンドウ。今日は俺が。遊園地のチケット売り場で私がバッグから財布を取り出すと、拓也は私の顔の前に右手をビシッと出してそう言った。これね、かっこよく今日は俺がって言って、ね、拓也のビジョンではかっこよく俺が金を出すぜってやろうと思ったんだけど、ちょっと勢い余ってこの女の子の顔にビシッて直接裏剣とかが当たっちゃうという、そういうパターンもありだね。支払いは任せろー、バリバリ。え、でも悪いよ。大丈夫、母さんから援助してもらいました拓也が恥ずかしそうに1万円札を見せる。あ、間違えた、広告クリックしちゃったさてさて、ポンポン、さっさす、背中、腰、手、いけ。私はそれを見て吹き出してしまった。お母さん太っ腹だねというと、拓也は実際に腹も太いと珍しくジョークを返してきた。拓也のテンションがいつもよりずっと上がっていることに気づく。スーパーテンションモード。一定時間拓也のステータスがアップ、敵に大ダメージを与えられるぜ。スーパーテンションモードだっけ、ハイパーテンションモードだっけ。今日は俺がってことはまたデートしてくれるの？お、ここで引っ掛けてきたね。いいね、いいね。私は少しからかってみたくなってそう聞いてみたら、拓也は聞こえないふりをしていたけど耳が真っ赤になっていたの。私は気づいてたよ。やるね、この間合い、このヒット&アウェイてか1560だいぶありますね。うおー、これツイートしたらすぐ回復するのか、どうしようかなところどころ錆びついて塗装が剥げたゲートをくぐると、そこはお客さんもまばらなこじんまりとした遊園地だった。ポンポン。まだあるだけいいんじゃないかな。俺がね、小さい頃に行った遊園地はもうなくなってたな。どんくらい前になくなったんだろうな、あれは。
あの時は大きく見えたけどな。私、もうちょっと大きいところ想像してた。ごめん、がっかりした？全然。私混雑したところ苦手だし。よし、渋谷行こうぜ。ならよかった。落ち着いてるけど、コーヒーカップもジェットコースターもあるじゃん。私は明るく返す。でもあれでしょ、スピードがつきすぎて、動かすたんびに観客が10人ぐらい吹っ飛ぶジェットコースターだろ。で、ちょいちょい広告を触ってしまうと。ポン。あ、でも連打したらちょっと速くなるな。力の鍵。おお。いけ。よし。それから5時間。園内の小ささが幸いしてか、人の少なさが幸いしてか、私たちはほぼ全てのアトラクションを制覇してしまった。タクヤはだんだんと笑顔になっていった。コーヒーカップで回転しすぎて気持ち悪くなってしまうなんていう新しい一面も見れた。やったことあるよ。ディズニーシーとランドね、どっちかはね、ある程度までしか回転しないんだけど、その回り系ね、どっちかは確かね、すごい早く行けるんだよね。今はどうだか知らんけども。で、それで回しすぎて、で、遠目から見てた友達が言ったのは、残像しか見えなかったって言ってた。ちょっとやりすぎるとね、本気で怖いスピードで回るからな、コーヒーカップって。さてさて、来た来た。日が暮れ始めて閉園時間が近づいてきている。この遊園地は東京の大きなテーマパークみたいにパレードとか花火の打ち上げとかはもちろんなかった。それあれかな、千葉の東京のやつかな。夜にはもう閉まってしまう。夜のシーはさ、結構怖いよね。楽しいんだけども、あの遺跡、ジャングルの遺跡みたいな、あそこら辺のあたりとかさ、めっちゃ暗いじゃん。正直見えないよね、あそこ。どこだろう、ここはどこだっていう。最後あれ乗ろ。私は最後に遊園地の中央にある小さくて可愛らしい観覧車を指さす。タクヤは少し照れたようにうなずいてくれる。さあ、触るスピードも速くなってきたか。観覧車に入ったらこいつら一体どうなってしまうのか。暇を持て余していそうな係員のお兄さんがゴンドラのドアを開いてくれる。開いてくれるか。私とタクヤは向かい合って座った。あれ、あ、でも途中から同じ方向のに座ると。きしんだ音を立てながらゆっくりとゴンドラが登っていく。観覧車が結構好きだけど、上の方に行ったあたりで外を眺めるとさすがにちょっとヒュンってなるな。安全なんだけども、安全なのは分かってるんだけど、さすがに上の方に行くとさ、風が強くてさ、ちょっと揺れるじゃん。ほわーってなる窓の向こうには綺麗な鱗雲とそれを染める秋の夕焼けが見える。私が夕焼けに認めていると、タクヤが私の顔をじっと見ていることに気づいた。少しからかってみる。お、どうするんだ。うおー、俺の連打する手も速くなってきたぜ。来い来い、600か。600で来い。来ない。じゃあ650でタクヤパワーが来た。630か。なんで見てるの。別に見てないよ。え、これどっちだどっちがどっちのセリフだ。ヒヒヒだから、これが女の子の彼女のセリフか。なんか視線感じてよ。ドゥヒヒドゥフーコボー乗せ。ムズムズしてきたろこういう淡い青春劇、思い出のある人はムズムズして、まあ思い出のない人はなんかハンカチ噛んで悔しがっといてください。キーってな。足りるかな、メール。お、来た来た。タクヤは焦っている。私もなんだか嬉しくなってくる。上から見たらきっともっと小さく見えるな。ん？これどっちがどっちかね、たまに分かんなくなる。多分今のタクヤだったっぽいな、口調的に。ほいほい、ボコボコ。まあ、こっちのメールもまだ100件あるからな。メール100件分の愛情を送るぜ。ゴンドラが頂上に差し掛かる頃、タクヤがそんなことを言うから、私はつい窓から下を覗き込んでしまった。やめろ、ヒュンってなるぞ。ヒー。そこで私は自分が高所恐怖症であることを思い出した。仲間。
安全な高いところは割と大丈夫なんだけど、吊り橋とか無理だな。あとね、脚立の上とかも結構嫌い。なんて言うんだろう、あのね、外気にさらされてる高いところは怖い。だからね、タワーの展望台とかは好き。あのなんだっけ、ガラスでさ、下が見えるとこあるじゃん、展望台の。ああいうのは好きなんだよね。キュンってなるけど好き。けど手遅れだった。地上を見た瞬間に頭がクラクラして気分が悪くなってしまった。大丈夫か？座席にゲロを吐く私を見て、タカヤは心配そうに私の肩に触れてそう聞いてくれる。大丈夫かな。いろんな意味で。さて900、そろそろ1000までいけるか。ちょっとメールを回収しとこうか。さて再開しまして、1000ぐらいに行ったら、うん、っていうかあと2、3回ぐらいはまずあるだろうから、結構長いんだね、この4章かな。ごめん、私今日交付症だったの。思い出しちゃった。え？タクヤは呆れた顔をしたけど、その後すぐに優しい顔になって、隣座れって言ってくれた。そしてこれ、そして思考をよれと。来たぜ。タクヤやるじゃねえの。さあそして疲れてきたぜ。ああこれ経験値2倍をもっとちゃんとうまく活用しないとな。私は素直にタクヤの隣に座る。目つぶってた方がいいよ。うん、ごめん。そうそう。気持ち悪い？うん、ゲロゲロする。あの肩に頭乗せていいもん。何それは、うん、なんか狙ってるな。うん、ありがとう。タクヤだいぶタクヤのパーカー今だいぶ吐砂物にまみれているかもしれん。ごめん。その青いパーカーを黄土色に染め上げてやる。そしてお、25。ちょっと心もとないのでまた回収してこようか。お、ちょうどメッセージが来たぜ。タクヤは硬い、硬い、違う、高い肩を少し下げてくれる。私は頭をタクヤの肩に乗せる。なんという強調。しばらくゴンドラのきしむ音だけが響いていたけど、ギシギシ、あんあんはしないぞ。突然タクヤが無言で私の手を握ってくれた。無言で、はい、無言で、はい、はい、はい。餅つきのようなリズムになってきた。もうくっついたまま、はい、握って離して、握って離して、はい、握って離して、足りなくなったのでメールを回収。来ましたな。私はタクヤと初めて手をつないだ。びっくりしたけど私は何も言わなかった。お、目で会話か、それともこのようにニコッと。いいね。このタクヤが上から握ってるだけだけども、お互い手のひら同士でくっついてるんだと、なんて言うんだろう、相手がちょっとキュッとすることにより、もう片方もまたキュッとする、その触感で、触感なんて言えばいいんだろう、で通じ合う、あのあれ、あれもいいよな。クラクラする視界に耐えながら、高所恐怖症が役に立つこともあるんだなって自分でも笑っちゃった。ゴンドラが地上に降りるまでタクヤはずっと手を握っててくれた。降りてもずっと握っててくれた。やったで。やったど、取ったど、お、そして足りないど、回収だど。こっちもちゃんと回収しとかないとな。こうやっていろんなゲームをやりながら効率のいい回収をしていくと。さあ、お、来てましたね。係員のお兄さんはゴンドラから降りてきた私たちを見てニヤニヤしていたっけ。ヒュー、やったぜ、ヒューヒューだぜ。あ、しかしちょっとメール足りなさそうだな。まあこれが上げ終わる頃にはそろそろメールも溜まってるんじゃないか。そしてその前に、駅まで向かう間も電車に乗ってからも駅で別れるまでずっと手をつないでた。やったね。
でもお互い照れくさくてほとんど言葉はない。そういうもんだよ。でも言葉はなくても手から伝わってくる。そう、これがね、俺がさっき言いたかったやつ。手からね、その汗を通じて伝わってくるあれな。で、おっと、なくなりましたんで、おっと、メールがいっぱい来てる。やったぜ。下げるぜ、再開するぜ。しかしまだ足りなさそうだな。そしてイベント、タクヤの体温を通して思いが伝わってくるように思える。あ、それだけか。じらすね。俺のことをじらしてきたか。あれかな、今度は俺のことを、プレイヤーをからかって見てるのか、この主人公め。メール、ない、メールが来てない。タクヤ、メールもっとちょうだい。タクヤ、タクヤ、ねえタクヤ、今何してるの。ねえねえタクヤ、どうしたの。なんで、なんで返事返してくれないのよ。どうしたのよ、もしかして他の女と。キー、早く。タクヤ、タクヤ、ねえねえ、今何色のパンツ履いてるの。タクヤ、タクヤ、タクヤ、ヘイタクヤ、なんで、本当になんでくれないの。なんで、あれ、え、ちょっと、ちょっと本当にタクヤ、あ、いっぱい来た、3通来た、あ、いっぱい来た。タクヤ、タクヤのじらしプレイ、じらしタクヤ。おっと、タクヤのメール無双、このお前筆豆っていうかメール豆だな。いっぱいくれるぜ。タクヤのメールが俺の心に響く。ナイスタクヤ、メールを通じてタクヤの何かが伝わってくるようだぜ。やったぜ。そして30個止まった。こんぐらいならいけんだろう。1500、さあそして1560で第4章が終わる。もうちょい、56、59、終わり。その日から拓也と私は彼氏と彼女になったってことでいいよね。いいっすか皆さん、 OK？ OK、 よし。面と向かって宣言したわけじゃなかったけど、私が手をギュッてしたらギュッと握り返してくれたから、私はそう思ってていいよね。それから私は拓也といろんなところへ行った。タクヤはいつでも待ち合わせに遅刻してきたけど、けしからな。ごめんってつぶやきながら手を差し出されると、怒ってた気分がすぐにしぼんで手を握ってしまう。まるで魔法にかかってるみたい。僕と契約して違うか。そうなるとタクヤがねあいつと契約してるってことになるな。第5章は何だろう。最高の時間、おー、いいじゃないの。でもさ、怖いんだけど、この後が。最高の時間の後に何が待ってるの。登り切ったらあとは点々点。いやいや、ちょっと怖いけども楽しみでもあるな。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。ミーのチャンネルを登録してくれたにゃん。